2020年の東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムというふうに予定されています新国立競技場を作る際に明治公園から野宿者の追い出しというのが行われました。それに対する国家賠償請求、損害賠償請求事件を本日提訴いたしましたので、そのご報告をさせていただこうと思います。直接東京都が追い出しをかけたのではなくて、廃園をした後に JSC に貸したという形をとって、 JSC が東京都に代して仮処分の申し立てをしてきたという、ちょっと複雑なんですが、そういうのが2年前にあったことです。で、結果仮処分命令が決定が出まして、仮処分命令に基づく強制執行がされました。まあ、法律的に言うと保全執行ということになりますけれども、その保全執行によって野宿者の方たちはその明治公園の住んでいたところから移されてしまったということになります。で、皆さんご存知だと思いますが、仮処分というのは仮の裁判ですよね。普通の裁判とは違います。非公開の法廷で非常に短い時間で行いますし、主張したことについて証明まで必要がない、訴明で十分だというふうに言われていて、短い時間で判断が出るような手続きです。ですから人を追い出したり何か決定的な結果が生じるようなことを通常は仮処分ではできないということになっているわけなんです。しかし JSC は仮処分という形をとって、非常に短い期間で申し立てから判断が出るという、そういう手続きを使って野宿者の追い出しをしたということになります。出入り口なんかを封鎖したりとか、あと強硬な手段で上からクレームをやって、なんかすごく怖かったです。そういう感じでとっさに来たりして、あと予告もなしに仮処分というような、そういうのを住民の人たちに持ってきて、もう出たくないとか言っても、もうそのままその紙にサインさせるような状態でしたから、もうなんかすごく怖くなっちゃって、それでまあいろんな人と相談して、それでほぼいろいろなことがありましたけど、やっぱり話し合いっていうのは大事だと思うんですよ。で、話し合いを求めてきたんです。で、話し合いをお願いしますと言っても、なかなか話し合いに置いてくれなかったんですよ。こんな暴力的に一方的にすごくやられちゃって、もう怖いし、もうなんていうかな、その時もずっと何が来るかわからないので、もう急に来た途端に電話をかけたりとか、もう何が何だかわからなくなりました。それで目の前が暗くなったりとか、いろいろあって毎日がもう本当に嫌な思いをしました。仮処分を使って追い出しをやることが違法だっていうのは、どういう根拠に基づく主張になるんですか？仮処分というのは、もともとはその今ある状態というのを保全するということが目的ですよね。保全手続きというふうに呼ばれるわけですから、ですからこれ断行の仮処分というふうに呼ばれるんですが、つまり断るに行うと書いて断行ですけれども、そういうふうに最終的な結果、追い出すという結果が生じるような仮処分というのは本来許されないという考え方があるんですね。ただそういうのが最近行われることもあるんですけれども、ただこれは生活の場を奪うという一番こう強度な人に対する人権侵害が発生するような手続きだと思いますので、そういう手続きを取るときに仮処分というやり方でやるということ自体が違法性がはらまれるというふうに私たちは考えています。人を仮に排除することが可能であったとしても、やっぱその人が生命の危険にさらされたりとかですね、これは一般のアパートとかの追い出しとかでもそうなんですけど、あまりにも過酷な場合は過酷執行といいまして、それ自体がやっぱり違法な評価を帯びることもあります。で、今回とりわけ野宿者の場合であれば、ホームレスの自立支援法とかですね、あるいは国連の規約人権委員会の方からも出てますが、やっぱ強制立ち退きをさせる場合にはそれなりの配慮をしなければいけないということを謳ってます。で、オリンピックが行われるときには排除はつきものなんですが、諸外国の例とかを見ましても強制的な排除は行わないというのは、例えばシドニーオリンピックのときにもそういうプロトコルを作成して実践してるとかっていう例もありますし、あるいは野宿者の排除の場合であっては、やはり特別な配慮をしなければいけないというのは法律の考え方ですので、形式的に権利がありますと、で、はい強制執行ですというわけにはやっぱりいかない特殊な
特別な事情があるというところをすっ飛ばしてですね、今回の JSC はですね、形式的に東京都から使用借権という形で借り受けたんだから、一般の司法上の権利がありますと、で不法占拠者ですから排除しますという形で行ったということは、あまりも検討すべき事柄を全く考慮せずにやってしまったという点で違法な評価を免れないんじゃないかということで、我々の方では訴えていると。普通仮処分というものはきちんとした裁判をやる、ただその裁判を待っていては財産がどっか行っちゃったりする可能性があるから財産を仮に押さえておく、で押さえておいて裁判して白黒つける、それが本来の姿なんです。ただ断行の仮処分というものは、今回 やられた仮処分というものは、その仮処分で野宿生活者の人たちがいなくなってしまえばもう目的達したから本間門の裁判やんなくてもいいじゃないかと、そういうことになってしまいます。裁判を受ける権利というものを奪う脱法行為、そういうふうに評価することもできるんですね。一言言えばずるさがあるんですね。制度の乱用という形で評価することも可能であると考えております。